僕が好きなこうキャラクターの T シャツに自分でプリントして着てたんですよ。それのね、物がまま置いてあったんですよ、その人、師匠のところに。でそれ見て、あ、こういう作ってる人がいるんだって思ったこともなかったんで、まあ、フィギュアの原型とか、なんですかね、こう物で黙らすというか、もう物見ただけでいい悪いってフィギュアとかおもちゃって出てくるじゃないですか。でそれすごいかっこいいなと思っちゃって、師匠のと、まあ、大学卒業した時に弟子にしてくださいってお願いして今に至る僕たちのやってるフィギュアの、まあ、フィギュア造形っていうものだとしたら、言われた絵なりキャラクターをなるべく100人いたら100人がかっこいいって思う立体にするのが仕事なんで、デザイナーでもアーティストでもなくて職人。